この日のイベントに当日のリハーサルはない。すでに他のパフォーマンスが始まっている中、ユミカが到着。楽屋もないため会場の隅で最終打ち合わせ。真剣な表情で念入りにチェックしていく。数組のアーティストが集まったこの日のイベント、ギャラリーの空間を利用してそれぞれ自由にパフォーマンスを披露。いよいよユミカの出番が次に迫った。客席で一人険しい表情のユミカ。プレッシャーと緊張が徐々にユミカを襲う。ユミカから笑顔が消えたその頃、本番を前にしてコーラスの二人は、そしてついにユミカのステージが本番の時を迎えた。Receive them well. The next vibration goes by the name of Yumika Parsley. Yumika Parsley. Give it up, y'all. Give it up. Respect this show. Yes. Show some love for my team. Yumika の声で一人の男性がステージへ。実は彼、Yumika が最も信頼する心強い助っ人、作詞のアドバイザーでもある MC マーシー。ここで突然アーティスト仲間のカルチャーが飛び入り参加。彼の登場でさらに会場はヒートアップ。 MC マーシーと一緒に本場のラップを披露。友人たちの計らいでユミカの緊張もすっかり解けた。会場のテンションも最高潮に達したところで、コーラスの2人がステージへ。ライブもついにクライマックス。ユミカの熱い歌声が会場を包む。自分たちで振り付けたダンスもたっぷり披露。ダンスの効果は抜群。盛り上がる客席から盛大な拍手。見事観客のハートをつかむことができた。
すごい愛してくれる人たちがいっぱいいる中でできたのが嬉しかったですね。で、I got a lot of love, I mean, I get a lot of love from them って感じで、その時から、そう、まあ、見てたらもういろんな人が見られて、すごい、で、耳を、こう、そういうのがあったので、No, no, but I wanna know where people are going to be able to do that. 私自身の中で、すごい 100% です。あの、すごい緊張してないで、すごい、自分でフィールし、ミュージックをフィールしながらパフォーマンスすることができたので、今日はすごい100点を上げていきます。で、しかし100点だからといって、これはいいということではなくて、また次のステップに行きます。新たなる目標に向け動き始めるユミカ、向上心あふれる彼女の未来に注目。 You've got mail. 本場ニューヨークで着実にファンを増やし続けるユミカ、応援メールはこちらのアドレスまで。